あのね、薬物超依存、薬物依存の女の子をね、この間までね、ちょっと立ち直らせてあげたいなーなんて、まあ助けを求められたからですよ。だけど結果裏切られたんですよね、その子にね。でそこにはね、やっぱいろんな仲間が関わってて、でみんなもう裏切られちゃって、もう疲れたって。でそんな中で、一昨日かな、朝5時とか4時半ぐらいにね、私の着信が鳴ったんです。ブロックはしてなかったんでね。したら、お姉ちょっと聞きたいことがあるんだけどって言われて、何って、あの私がね送ったメールの文面があったんですけど、もう薬をやらないって言ってるのに嘘ついたよねって、そういう人とは私はもう関われないからごめんねって。でそれっきり連絡来なかったんです。でその後に、もうそれから2週間3週間ぐらい経ってますよね、もうね、6月の7月の頭だからもう1ヶ月近くか。そしたら急に電話が来て、しかも誕生日の日に、お誕生日おめでとうかなぐらい思ってたんだけど全然違って、あのその人がね、関わってる男の人がいて、私ちょっと一回電話で喋ったんです。で、なんでお姉はあの時にあの人のことを短気だって言ったのって。いやだって電話の向こうで言ってることが二転三転してるし、イライラしてたじゃん本人って。だから、あこういう人はねって、あの表面ではすごくいいこと言ってるけど、すぐコロッと変わってカッとなってるから、この人はきっと短気だと思うよって、そういう軽いつもりで言っただけなんです。私したらね、そこに深い意味があると思って勘ぐってるわけですよ。でね、その勘ぐりだけだったらいいの。で彼女がね、要は前に付き合ってた恋人と別れた後に、その恋人に未練があって薬物をやってしまったっていう話だったんだけど、その恋人のこともね、私は知ってるから。でもあなたと関わった以上はね、こっちとこっちもいい顔できないから、こっちとは関わんないよって言ってたんだけども、まあこっちは怒りますよね。今まで連絡取れてたのに、なんでお姉で連絡取ってくんないね、連絡取ってくんないのみたいな。だけどまあ片っぽと関わっちゃって話聞いちゃった以上、こっちとは聞けないからって、まあ最後はそういう話になったんですけどね。そんな自分の友達を捨ててまで薬物やめたい、怖いって言うから助けようと思ったのに、まんまと裏切られたんです、私。でもね、それはしょうがない。自分でね、そういうとこばっかし寄ってるんだから。で、一昨日電話あった時にもね、2回あったのね。で、1回目はその男の子のこと、なんであの人のことをって。いやそれ普通にあなたが喋ってても分かったでしょって。だって怒って電話切られたとかね、なんか横でイライラしてるって。うん、ね、薬の切れ目か、あなたの態度に対してのイライラなのか分からないけど、まあ短気だよって。ね、ほんの短時間電話の向こうで話を聞いてただけで短気だなと思ったからそれを言っただけなの。でその後にね、あのお姉から来た LINE の意味がわからないんだけど、ん？いや単純にあなたが今現在ね、薬物をやりたくないって、ね、私には捨てたって言ってきながら薬物やってたよねこの間って、様子おかしいしって、いやそういう人とは関わりたくないって言っただけだよって。そうなんだ、そのね、別れた恋人と私がグルだって言い始めたんです今度。もうこれは参ったなと。もう周りのみんながね、いや振り回されちゃって、でもちょっともしかしたらそういうのやってんのかもしれないねって。でそれにはね、薬物をやってない人間もね、あのもし更生のお手伝いができるならっていうので、私たちでよければって、また私と違った視点を持ってる人たちだから、連絡ね、彼女から連絡来たら話を聞いてあげてたんだけど、まあ朝の5時6時までペラ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 喋ってたらしいんですよ。まあもうダメだねそれはって。もうその人たちですらもしかしたらやってたのかもしれないって言うから、うん、もしかしなくてもやってるねって話になって、で結果私がね、その LINE をパンと一言、まあ3行ぐらいの LINE を送ったら、それっきり誰のところにも連絡来なくなったんです。で突然私の誕生日の時に電話が鳴ったから、あらお誕生日おめでとうって覚えてたのかしら、全然違ったただの勘繰り。もうまたね、この暑い中もう薬物やめなさいって、仮釈中ですよ。もうあの捕まってもいいって言ったんです、その子は。いや
で何のために仮釈で出してもらってるのかって意味分かってるって。で病院にまで入院してたんです。だけど病院からも早く出たい、出た瞬間に薬物買いに行きましたからね。これはダメだ、終わってるなと思って。でも買いに行く途中で私に電話をしてきたから止めたんです。私はやめてって。でその子は家に着くまで、で途中かな、途中電話かかってこなくなったなと思ったら案の定薬物買ってました。でそれ終わって家に帰る時に怖い怖い、そんなもの持って新宿うろちょろしたりね、あっちうろちょろしたり、もうおっかなくてしょうがないから、とりあえずね、あの、まあ、病院に入院っていう方法があったから、彼女の場合は病院に行くか家に帰るかどっちかにしようっつったら、でも新幹線に乗ってどこどこ行きたいとか言って、もう聞いちゃってんのかな、どうなのか分かんない、もともとの性格なのか分からないですけど、その男に振られたぐらいでね、んな薬に逃げるなよみたいな、私だったら男に振られたら、あ、こいつ見返してやろうと思うけどなって、私と別れたこと後悔させてやろうって、普通女の人って結構そういう人多いんですよ。なんだろうな、その性格がもし悪いと思われてね、あの振られたんだとしたら、んじゃあそいつが私の気に入らないって言った部分全部直して、いつか道でばったりやった時にもね、見た雰囲気からもう全てがこう、その人が言ってたイメージとは違う、あんなに変わるんだったらもったいないことしたなって思わせるぐらいの、それぐらいの勢いで私は別れるんで、意外と男の人と別れた後ってね、あの元気なんです。この野郎覚えてるよみたいな、あの見返してやろうタイプなんで。で彼女はね、多分全く違ったんでしょうね。でもねって、こうなんだろう、保険をたくさん持ってるタイプの子、私一番苦手なんですけど、そういうの。でこの人のためにこっちもこっちも切ったのに、当たり前だよって。普通一人の人と付き合う時に、あっちの男の友達こっちの男の友達、仕事は別ですよね、あのプライベートの友達なんていらないじゃないですか。その私はそういう考えなのね。だって逆だったら嫌だもん。友達だからちょっと遊びに行ってくるわとか、友達だからちょっとなんか呼ばれたから行ってくるわとかって嫌だもん、そんなの。私はね、だから友達と知り合いの線引きはちゃんとしなきゃいけないと思うし、あの彼女にとっては全部友達、全部私のことが好きみたいな、自分のことで、私じゃないよ、自分のことがを可愛がってくれてる人でもね、そこにはね、みんな男だからね、横島の気持ちがあるの。だって自分でポンチを公言してんだから、私はって。そんなこと言っててね、もうワクワクランドの仲良しのもう大集合なわけなんですよね。だからそれは良くないよって、そんなこと言ったら自分の女の価値が下がるよって言ってもダメなんですよ。ここと別れたらすぐ次、寂しいから悲しいから。でその間男が見つかるまでの2週間ぐらい、私たち今1年まで散々付き合わされて、男ができた途端に手のひら返されて薬物始めて、もう私からすればね、もう勝手にしろって、仮釈中だし、もうあなたはもう一度刑務所に行きなさいです。あのこんなにね、話をしても無駄な人って初めてでした。まあ昨日の人もねいるんでね、それはチンコロタイプなんですけど、まあ、なんせね薬物やってる人で、あの若い子だからなおさらなのかもしれないけど、その薬に溺れるのはいいけど、自分でね後始末できないんだったらやるなよって感じ、うん、怖い怖い、怖いんだったらやらない方がいいですよ、本当にそう思いました。みんないい迷惑、多分この動画見てる人何人か知ってる人いるから分かるはずね。まだか、あと1分あったそう、それでね、本当はね、まあ名前も何も出してないからあれなんですけど、ただ薬物やってる人間はいろんな人がいますよっていう話です。だからね、人がねどういう形でやめていくのか、私はもうやりすぎたから別にあっても大丈夫だよって、なんだろうな、逆にね、もう体がね拒否してたのかもしんないね。だって目の前にあって作って置いてても手出さないんだもん。それはね、前はね1日ね5回6回どんどん減ってきて、1日1回もうそれすらいいかなと思っちゃった時かな、やっぱし、もうやる意味がないと思ったのかもしれない。
今後ね、もし私が捕まったら大爆笑ですよね。